こんにちは。ムキモです。今日は、法政大学の文法問題を一緒に解いてみたいと思います。制限時間は1問につき20秒です。時間が余ったら和訳をしましょう。各問題の後に、正解、和訳、解説があります。第1問。第1問、2020年度入試、正解は3番です。Despite the traffic jam, he arrived on time. 交通渋滞にもかかわらず、彼は時間通りに到着した。第1問、2020年度入試、解説。Despite は、Despite X の形で、At や、On のように前置詞として直接後ろの名詞と結びつき、X にもかかわらずという意味になります。第2問。第2問、2020年度入試、正解は4番です。I suggest you see Professor Tanaka. 私はあなたが田中教授に会うことを提案します。第2問、2020年度入試、解説。Demand, desire, request, require, insist, propose, suggest, ask, order などの要求、希望、主張、提案、依頼、希望、命令を表す言葉が主節で使われている場合は、主節の時制にかかわらず従属節の中のざっと節内では、動詞の原形または、should プラス動詞の原形を使います。原形を使うのはアメリカ英語で、このような用法を仮定法現在と言います。イギリス英語では、should プラス動詞の原形を使います。第3問。第3問、2019年度入試、正解は2番です。My husband had a talk with a bank clerk, explaining our financial problem. 私の夫は銀行員と話をしていて、我々の財政上の問題について説明している。第3問、2019年度入試、解説。Explaining our financial problem は分子構文である。2以外の選択肢は全て動詞なので、それらを選ぶと接続詞が足らないことになってしまいます。第4問。第4問、2019年度入試、正解は4番です。You'd better be quick or you'll miss the train. あなたは、急いだ方が良い。さもないと、その列車に乗り遅れますよ。第4問、2019年度入試、解説。命令文プラス、or で何々しなさい。
さもないと悪いことが起きますよという定型表現になります。命令文プラス and で何々しなさい。そうすればいいことが起きますよも一緒に確認しておきましょう。第5問。第5問、2018年度入試、正解は1番です。Many a student wants to study abroad nowadays. 最近は、多くの生徒が海外留学をしたがっている。第5問、2018年度入試、解説。Many a 単数名詞は文語的な表現で、意味は Many 複数名詞と同じです。ただし、動詞は単数扱いになります。これは、個々の構成要素に着目して、そこにも一人、あそこにも一人、ここにも一人、というように個々を意識してその積み重ねとして多数を表現する形です。Many a boy loves Mary. なら、その子も、あの子も、この子も、男の子は多くの子がメアリーが大好きですという意味になります。ちなみにこのメアリーのような女性を魔性の女とも言ったりします。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。